サタニックカーニバル2023ハイスターの物販買えるかチャレンジ。どうも、荒川保育所のハイゲルファレーでございます。今日4時半に来てみたんですけども、2時の時点でもうこんなに人がたくさんいたそうです。寝袋を使ったりしていて、いかにガチかが伺えますね。そしてまさかの隣に腹ペコの2代目王様の方もいらっしゃって、少しお話してきてとても楽しかったです。いよいよオープンの9時になり、物販エリアへ向かいます。やっと着いたかと思ったらまだまだ先でした。それにしても暑いです。今日会えました。いや、本当にマジで嬉しい。並んだ甲斐がありました。これで悔いなく2日目も楽しめます。それでは桜食堂の焼きとんどんを食べて、フォーリミから楽しんでまいります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。